オリンパスオリンパス E システム E-1E-30E-300 オリンパス E システムはオリンパスが開発したフォーサーズシステム規格を採用するレンズ交換式デジタル一眼レフカメラ及びそのシステム全体の総称であるオリンパスはレンズ交換式デジタル一眼レフカメラシステムとしてコダックと共に規格提唱を行ったデジタル一眼 レフカメラシステム専用の新規格、フォーサーズシステム規格を採用し、第1号機、オリンパス E-1 を2003年10月に発売した。以後、オリンパスによるデジタル一眼レフカメラシステムは、オリンパス E システムと呼ばれ、実質的に 35mm フィルム一眼、レフカメラシステムオリンパス OM システムの後継ラインアップとしての役割を担ってきた。 交換レンズとしては、随行デジタルレンズを揃えているほか、フォーサーズシステムの他社のレンズも使用できる。従来の OM システムとの互換性はないが、純正のマウントアダプターが準備されている。俗に、コダックブルー、オリンパスブルーと称される、豊かな発色や、OM システムの当時を彷彿させる、高品位な商品ラインナップを構築している。また、 E-330 はレンズ交換式デジタル1、ガンレフとして初めて撮影時のライブビューに対応し、レンズ一体型デジタルカメラでは一般的なボディ背面の液晶ディスプレイでのフレーミングも可能になった。手ブレ補正機構や超音波モーターによる A 複度への対応が遅れているなどの一部弱点はあったが E-510 でボディ内手ブレ補正機構を搭載。 さらに超音波モーター、SWD 搭載レンズの開発、発売によって、次第に克服された。オリンパスのデジタルカメラには、オリンパス E システム以外にも、E-10E-20 という E で始まる、片目のモデルが存在した。これらは、レンズ交換式ではなく、レンズ一体型であって、オリンパス E システムではなく、コメディア、E シリーズに分類される。 これに対して、2008年12月に発売された E-30 は、型番上は E-10E-20 に、連なるようにも見えるものの、オリンパス E システムのレンズ交換式デジタル一眼、F カメラである。2013年10月に発売された、マイクロフォーサーズシステムの EM1 は E-5 の後継機であり、かつ、 フォーサーズシステムとマイクロフォーサーズシステムを統合する機種と位置づけられた。そして EM1 以降のオリンパスのレンズ交換式デジタルカメラの開発はマイクロフォーサーズのみに絞られフォーサーズシステムの新製品の計画はないとされている。オリンパスのレンズについては随行デジタルレンズを参照。その他、本システムで利用できるシグマ、パナソニック、 ライカのレンズについては、フォーサーズシステム交換レンズを参照。ありがとうございます。